南引き鎌跡群は、埼玉県引き群鳩山町を中心に、嵐山町南部、時川町東部など、引き南丘陵一帯に分布する大規模な、末期小生用跡群の総称。確認された鎌跡は五57市群以上総数、数百期に達する。八世紀初頭から創業を始めた、山下鎌跡群など、伊豆井、熊井、赤沼地区では、七百四十一年の、 国分寺総研に先駆け,けて、養業生産が行われていたことが判明している。赤沼画用では、国分寺の河原の他に、北武蔵地方の文明原を焼いていたことが知られている。この鎌跡群のスエは、奈良時代には、相模や下宇佐方面にまで製品を供給し、一般農民層へのスエの普及により生産を、増大、引き、入間など、北武蔵の南部では、 それまでの弾きつきを駆逐していったことが判明している。北側の市郡として、時川町の亀の原鎌跡群と嵐山町の将軍沢鎌跡群があるが、中心になるのは、鳩山町大和沢赤沼沢広町地区などに、ゴルフ醸造制工事に先立って、鎌跡50基、6ロピットを伴う末期工人集落の縦穴住居跡150軒。 年度採掘港561機が検出された鳩山鎌跡群で、この鎌跡群の名称を冠した遺跡調査会によって1984年から85年にかけて発掘調査が行われた。工人集落は鎌戸地続きの2から3件で1群を成しており、前世紀には7から8群あったと推定されている。死群とされる亀の原鎌跡群は、 時川町日野原を中心に、西、軍7期以上の鎌跡があることが確認されている。将軍沢鎌跡群は、嵐山町将軍沢地区を中心に、時川町、日野原地区まで伸びている6市、軍40期以上の鎌跡群である。10期の鎌跡が確認された、鶴巻鎌跡群、旧世紀後半の末期用1期が調査された、日野原鎌跡群がある。 この二つの大きな主軍の操業が活発化するのは旧世紀に入ってからであるが、南引き釜跡軍としては生産活動が徐々に衰退していくことになる。釜体の構造は半地下式無断の上り釜で、釜床は20度前後の勾配で、歴や亀の破片、焼生成に失敗した末付きを伏せて粘土で固め、商大として焼成する器を水平に保っていた。 南引きカマート群産の素液の態度の特徴は、石英、奇跡などの砂流を含み、粗密で態度となる年度中に含まれた海面骨張りの化石が、小生時に浮かび上がったものが、白色ハリ状物質と呼ばれていて、他のカマートの製品と区別する特徴となっている。穴倉用は、考古学で用いられる表記であり、陶芸用語としては、穴用の表記が用いられる傾向が強い。 ありがとうございます。